今ゲーム起動してちょっと思ったんですけれど、俺 この顔でどんだけキャラクター作ってんねんっつな。で、このじゃがいもが、前回の純馬縛りの時のキャラクターですね。俺99でやってたんだね。って思ったらちょっとすごいね。意外と100いってなかったんだね。頑張ってたな。今回はでも100以上は絶対いるからね。まあ、ディシン両方あげるから。だけでやっていこう。さあ、岩吐きゲットしたからね。まあ、大ブラックになると思いますよ。で、この岩吐きね、ちょっと解説しておくと、まあ、見た目はすんごい地味やし、なんか汚い、まあ、呪術なんですけれど、これ実は着弾の時と、岩が砕け散る時、2回ダメージ判定があるんですよね。で、岩の着弾には吹っ飛ばし効果もあるから、まあ、ちっちゃい敵は吹っ飛ばしで、まあ、落としたりも狙えるし、大型の敵には、その岩が砕け散る時の、ね、ダメージも追加で入りますんで、まあ、かなり強いじゃないかなと思います。まあ、とりあえず先進む前に一旦巨人と友達になっとくか。そやな、あれやな、孤狼の指輪も取らんとな。あれがなかったらちょっと始まりませんね。で、まあ、とりあえず道中のマツコで岩吐きの威力を試そうかな。あいつは吹っ飛ぶタイプなのか、それとも吹っ飛ばないタイプなのか、まあ、ある程度サイズで見極めたいからな。とりあえずこいつで実験しとこう。とりあえずお前らでマジ実験やっとこう。で、とりあえずこいつに岩吐きなんやけど、リーチがそんな長くないから、熱えじゃん、吹っ飛ばし。はい、地獄行こうか。なんかシュールやんな。 あれ、マツコは？マツコ落ちた？マツコ絶対落ちたやろ。さあ、とりあえず本ならこいつで試してみるか。お前吹っ飛ぶか？あ、こんな感じね。こいつは吹っ飛ばないから、な、吹っ飛んだ方が楽だったのにな。吹っ飛ばないから岩の砕け散る時のダメージも受けちゃうんだな。かわいそうなやつめ。よいしょー。まあ、ただ全然これ実用的やな。岩吐きはこのシリーズ攻略の肝となってくることであろう。だ、ついでやし上のデーモンやって、ね、ジークさんのイベントやっとくか。まあ、その前にまず巨人と友達な。友情を示す。友情を示すってこれどうしたんだ？一体どうやって友情を示したんでしょう？友情を示すボロンみたいな。 下ネタすぎるが、さすがにな。 友情を示すがなんでボロンやねんな。ただの変質じゃないか。 このさ、不意にこのカメラグッて寄ったらさ、笑けてまうからちょっとやめてもらっていいですか？この急にカメラがさ、こうグッて寄るときあるやん、ダクソって。その時もう笑ってまうからさ。お久しぶり、ジークさん。あれな、喋りかけてなかったけど、ちゃんとイベントになるんだね。よかった。バタバタした顔見せになってごめんな、ジークさん。ガッハ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 ッ。多分声優さん同じやんな、ジークマイヤーさんと。で、ちなみにこの人、ジークバートさんな。はい、ほんないっか。軽々しく手を出すんじゃないぞっつってるけど、いっか。とりあえず残り火で増やしとくか、体力。こっち側に来たのはね、防具を拾いたいってのもあったからな。さあ、おいで。こいつさすがに火効かんやろ。よいしょ。こいつはさすがに火効かねえだろ。あかんって急に。あが、なんかこいつ、ウォークライなんかしたっけ、こいつ。うまいことやらんとジークさんが死ぬ。ちゃんと岩砕けするダメージ入ってるか。ただ相当ダメージでかいな、これ。重たい以上にこれだ、強っ。 岩吐きもジークさんも強っ。ジークさん、そんなとこ座って、こんなとこで座ることある？これ見て、周り見てみよう。ちょい、カブトで見えてへんのかな。もうちょいマシなとこ座れよな。ルンメイズサンシャイン。あははははは。乾杯。ここで寝んの？こんなとこで寝る。ジークさん、サイコパス説出てきたぞ。大丈夫か、人。よし、強靭。がっつりあがんじゃん。ドスローリングにもならない。見た目もまあ似合っちょる。ほんで、俺は確かこのキャラまだ体力を一つも上げてないはずやから、不倫の指輪。不倫の指輪？
まあ、不倫の指輪なんか昼ドラみたいな、なんか名前ないけど、まあ、不倫の指輪とんにこ。不倫の指輪で、岩吐きがブーストかかるらしいから、ちょっととんにこか。なんか見てはいけないもん見てしまったかもな。こいつやはりフットバンか。さあやるぞ。Come to me。 あれ、なんつう奇跡やったっけ、虫歯みやったっけ。めっちゃ帰ってくんじゃん、おめえ。なんで お前、追尾能力高すぎ。これディレイはあかんっつってるだろうがよ。ディレイ避けれん体質やから。さあ来い。ここは飛び込んでこいや。俺の胸の中にな。こいつはできるだけあって防具を集めたい。あ、ズボン来た。胴体が欲しいな。胴体で頭が欲しいな。とりあえずこれで腕と足は揃ったね。はい、不倫の指輪。不倫の指輪で、まあ、とりあえず体力はできるだけ上げんようにしようかな。できるだけ上げずに頑張ってやっていく感じしよう。ほんで、ここをミスっちゃいけねえな。これ何も取り逃してないな。緑化の指輪下だね。まあ、これを拾ったら、黒の指輪を取って、どうする？さっき今回、ジジイやんにっか。ジジイな。魔術縛りの時さ、俺なんかボロクソにジジイのこと言ってめっちゃ怒られてんな。さすがに言い過ぎって、要介護者はさすがに言い過ぎってめっちゃ怒られてんな。どうなんやったっけな。62%はもうドッスンになるんだ。ならないな。な、これでいこう。似合うやん。今回は安定した攻略をやっていこう。俺は、ジャスオーカビータローは安心して熟睡したい。レベルアップで、もう体力は上げないな。集中力を、2個あげれるから、2個あげれるときはこれに2つ振っていこう。 OK。 さあ、まあ岩吐きがあれば余裕なんじゃないかな。フラグを立てるなっつな。さあエストのかけら取っとこう。うえ 見ろ、人が神のようだ。こいつは狂った闇霊やからな。読んでカニと戦わすのも面白いですよっていうのを教えてもらったんやけどな。大発火ワンパンじゃ死なないか。ほんならあれだな。あっちのが、こっちのが燃費がいいね。なんでだよ。ゼロ距離。岩吐き。エストのかけろ。さ、やるか。デンプシーロールおじさん。さあ、来いよ。奥のやつに関されたらめんどくさいからな。なんだと、てめえ、モーションキャンセルだと！さすが俺の弟子、腕を上げたな。あが。くあ！俺はうめえかよ。強靭が生きしない、強靭が生きしない。だが、これでまあとりあえずダウンを取って回復していく。そしてここにすかさず、うら！最後まさかのノーロックやったっけんな。謎のノーロック縛り。残り指。こいつもやっとくか。こいつ火効くの？効きそうな見た目してるやん。効くじゃねえか。さあ、飛び込んでこいよ、火の中にな。さ、だからそのモーションキャンセルなんなん？はい。危ねえな。せい。おら。なんだと？生きてんのか？あ、死んでんのか？何言ってんだ俺は。自分の言ったことで混乱したわ。ここだね。おったよな。ああ、いるわ。我が弟子！せめて安ら、あ、これはめれんじゃん。はめれるわ。吹っ飛ばしを使ってはめていくことができる。これは強いぞ。魔術シリーズか。これ使ってたな。使ってたなというか、なんか初期装備やってんな。どうするよ。スタミナ回復よりも、消速度アップやろ。な、これでまあどれぐらい早く出んねん。
まあ、誤差の範囲やけど、まあ、この誤差の範囲が強いな。知らんけど。どうしようかな。柿を抜いて毒に変えとこう。これで、物理、非毒、すべての呪術属性を扱う男になったぞ、俺は。こんにちは。こんにちは。はい、天国行きましょうか。追撃で死ぬ。強いな、やはり。岩吐きが想像の3億倍強いぞ。よし、久しぶり、おじいちゃん。これ魔術シリーズの方が良かったよな。これめっちゃついてくるな。おら、めっちゃ効くじゃん。めっちゃ効くじゃん。いや、強いや、やはり。いや、毒らせた方が良かったか。じいじ、毒らす？じいじ、毒らそう。うわ、出たよ。はい、じいじ、毒ろ。毒ってんな。毒と猛毒重ねたらやばいらしいな。ちょ、めっちゃついてくんじゃん、お前。おい、ストーカーすんな、お前。それ恋じゃないからな、言うけど。それは恋じゃないねん。お前、純愛のつもりかもしれんけどな。ストーカーは恋じゃないねん。ストーカーは恋愛じゃない。ちょっと一旦回復やっとくか。そう、あれやな。これで、ちょ、本体、急に本体を引いてしまう。逆に困るわ。逆に困んねんけど、ちょ、待て。逆に困るわ。さすがにそれ逆に困る。偽物をまずちょっとしっかりやっとかんと。おい、なんで当たんねえの？おい、弾幕すごいな、東方やん。さあ、おじいちゃん、どくる？じいじ、どくれ。じいじ、どくれ。いった。じいくん、酒入れとけばよかったな。でも、じじいまだ毒ってんやん。じゃ、上から攻めてくるのは違うじゃん。これ、FP 足りるからさ。FP 足りるから、あれだ。あっちにした方がいいわ。ちょっとジークの酒飲もう。いや、なんかもう、無駄遣いしちゃった気がすごいな。あ、行ったかもしれん。やらかしピーポーやな。まあ。普通の回復用のエスト1個増やしとこ。今の神回避すぎん。痛いんだって。こんなことしたら痛いじゃん。間違えてるし。いや、またストーカー団が来るぞ。邪魔だな、おい、カメラにかぶってくんじゃねえよ。おじいちゃん、ドクル。ドクル、おじいちゃん。おじいちゃん、ドクって。おじいちゃん、毒耐性低いな。すぐ毒もんな。秒で毒んじゃん。あと一発だったのによ。てか、お前そんな仮面つけてたん。趣味悪いな。仮面の趣味悪いって絶対クラスで言われてるよ。絶対あれやろ、あの竜の学院おった時さ、クラスから、クラスのみんなからさ、お前仮面の趣味悪いなって言われとったやろ。で、なんか浄化ではめれるって話聞いたけどな。浄化でな。浄化持ってないから、そもそもまだまだ。確か、なんやったっけあれ。ちょ、お前めっちゃはめてきますやん。場外ではめだろうかなって話したら逆にめっちゃはめてくるやん。ハンネルいつ飛んでくんねん、あれ。うわ、ほんま、なんかこの、ちょ、おい、やば、ソウルロスする。ソウルどこ行った俺の。じゃあ、あかんて、もうめっちゃもうエストも。とりあえず、まあ、毒れや。まあ、毒っとこうぜ。まあ、とりあえず毒っていただいて。で、あとはもう大発火系でやねん。盾どこ行った。あかんわ。
もうあかん。やっぱ何気にこの魔法系でやんのめっちゃきついな。一回で毒るってのはなかなかいいね。はい、ここで一発。一回やられたら引っ込むってさ、ちょっとさすがに下手れじゃないかなって僕思っちゃいますね。もう攻めるか、攻めるぞ。バカタリー、バロバロ。まだまだ残り秒やる時間じゃない。もう増えるか。まだ増えねえか。いけいけいけ。うん、足りねえな。 FP が足りねえ。ついてコントッティーニ、ついてコントッティーニ。引っ込んでなかったか。さあもう残り秒やるか。暇があるかわからんがな。とりあえずお前をまず消す。バカたれ、それあかんねんで、ひるませられるから。とりあえず FP は十分足りるから、とりあえず下手なこと考えずに大破壊で考えていこう。よし、もうヒッタンダーベ、ヒッタンダーベ。まだ引っ込まないか。いけ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 。やった、最後怒涛の押しやったな。絶対か、あのカメラじゃない、カメラ割れたらもうことやわ。マイク割れとった、めっちゃ絶対マイク割れとった、すまん。よし、ほんならまあ今回ちょうどいい感じになってるからここまでにするか。よいしょはい、というわけで、まあ、今回はここまで、まあ、順調に進んでますね、まあ、なんだかんだで結構やるまでは全クリお礼できるかなってまあ不安はあったけど、なんだかんだでやれそうな感じはします。というわけで今回はここまで。今回も最後まで見てくださった方どうもありがとう。 See you next time. バイバイ。次回また遊びに来てな。ほな。